はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄大学生おすねです。この前ライブ配信をしてた時に視聴者さんから沖縄の海が灰色の石だらけになってるみたいですねみたいなコメントをいただいた時に、私はその話を全然知らなかったから、沖縄の砂浜は白いんですよとか見当違いのことを言ったんですけど、なんかその後ニュースを見て知ったのは、なんか小笠原諸島の海底火山が噴火したので、なんかその海底火山から出てきた軽石、灰色の石が沖縄の海に流れ着いているらしいと、でそういう話をねニュースで聞いたわけですよね。なのでもしかしてね、近所の海にもね、そういう石が流れてきてるのかなと思って、ちょっとね今日は見に行ってみたいと思います。ということでレッツラゴー、星姉チャンネル。はい、ということでやってまいりました、海辺の公園です。今からね海がどんな感じか見ていきたいと思います。あれ普通に海綺麗だな。あ、っていうかそっか、ここはなんか湾みたいになってるから汚い石とか来ないのか。どこへ行けば見れるかな。ビーチは普通に綺麗ですね。でもさ、この黒いさ、これがさ、なんか黒い汚れみたいのがありますよね。これいつもなんか真っ白な気がするんだけど、これはなんか、でもなんか言われ、いや綺麗だな、普通に綺麗だわ。これ火山岩かな。違そうですね。今日も綺麗だ。あ、でもやっぱなんか火山岩みたいのが流れてきてんじゃないのかな。だってこんな灰色じゃないですもん。普段真っ白なんですよ。こんな色じゃなかったもん、確かに。なんかやっぱ混ざってる気がする。なんかニュースで見るような灰色の海ではないな。なんか海のめっちゃ塩の匂いが。別に海の匂い別に私好きじゃないんですよ、うん。向こうになんか大きい船が見えますね。なんか海上保安庁の船が軽石を巻き込んで動けなくなったみたいなニュースをさっき見ましたけど、軽石ってこんなに流れてないかな。ああ、これ落っこったらマジでやばいやつだから、ここで滑ったらマジで笑い事にならないから、ちょっと気をつけないと。泳げないからね、海落ちたらアウトなんですよ私は。よいしょ。おー、わかんないね。でもなんか海があんま綺麗な感じしないのは太陽が陰ってしまったからですね。うん、あ、なんか魚がいる。魚が映んないかな。なんかずっと浜辺を見てるんですけど、なんかそんなに別になんか石灰岩みたいなものを見つけることはできなくて、あ、でもさ、これとか、そう、これだ、これじゃない、軽石ってこれだよね、これっぽいな。なんか今ネットで調べてみたんだけど、なんかその別にこれ昨日今日噴火したものではなくて、2ヶ月前ぐらいに小笠原で噴火したものがだんだんと順番に流れ着いてきてるっていう、そういうことらしいので、なんかこれからもっといっぱい流れてくるみたいな、そういう感じなのかな。だからちょっともしかしたらここの海にはまだ来てないっていうことなのかな。ちょっとこれ、でもこれなんか軽石、これ多分これじゃない、これ多分軽石じゃないのかな、これ違うかな。なんかさ、なんか火山が噴火した時の石っぽくないですか。違いますかね。これも同じ種類っぽくないですか。なんかちょっと炭みたいな感じのさね。えでもこれ沿岸の流れがさ、向こうから流れてきてるので、やっぱ向こうもっと北の方を探索に行かないと見つけられないのかな。なんかニュースでやってたのは国頭村がのビーチみたいなところがめちゃくちゃいっぱい石が漂流してたので、そっちまで行かないと見れないのかな。よくわからないんですね。ちょっと地学とかそういうの本当に疎くてですね、理系のことはよくわかりませんのでね、なんだかよくわかんないけど、まあ珍しい現象とはいえ、別になんかその我々の人間の生活にとって益となることではないのでしょうから、まあその見れなかったから残念ではないのかもしれないけれども、せっかくならちょっと見てみたかった感じはあるので、また今度来てみましょうかね。ないよね。この辺の砂は普通に砂ですよね。まあここはちょっとなんか茶色っぽいけど、別になんか黒い砂が押し寄せてきてる感じはないですもんね。わあ、てか見てくださいよ、ゴミ。これではちょっと企画倒れになってしまうので、今からね沖縄の海に落ちているゴミを紹介してまいりたいと思います。これペットボトル、わあ、なんか入ってる中に液体が。これなんだこれ、
わうわ、私の部屋とかにもねこういうの落ちてそうだからあんま汚いとか言えないですけど、なんかジュースとかかな、こういうの飲んだらなんかお腹壊しちゃうかな。まあそれそうか。もうねめちゃくちゃペットボトル落ちてますね、すごいな。へえ、これからなんかバケツみたいのとかね、汚いな。おお、こうやってゴミを捨ててはなりませんね。あ、ヘルメットが落ちてる。ちょっと今日ゴミ拾えるもの何も持ってないからちょっと今日はごめんなんだけど、あ、歯ブラシ落ちてる。あ、歯ブラシちょうどなんか掃除とかに使おうと思ってたからもらっちゃおうかな。嘘ですけど、ゴミってもらったら犯罪なんだっけ。あの岡野武弁護士の TikTok に質問してみよう。落ちてるゴミを拾ったら犯罪になりますか。結論、犯罪になる。でもなんかもうそういう動画撮ってそう。なんだこれ、これなんかあれだな、え、これなんかの果物みたいなやつ、これなんだろう、ほら なんだろう、なんか食べられそうですね。なんだこれ、なんか化石じゃないの、なんかの果物の化石じゃないのこれ。化石になってないか、普通に果物か。あ、果物じゃないのかわかんない、植物のね、なんかの実ですね。じゃあね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。星ねチャンネル見てくれてありがとう。